どうも、山すんでございます。本日はですね、ボクシングの戦前予想をやっていこうかなと思います。2021年7月14日水曜日ですね、後楽園ホールにて、ボクシングライト級8回戦が行われます。試合をするのはですね、宇津木修選手対、中井龍選手ということで、この2人のね、試合が組まれております。ちなみにですね、この試合のメインイベントはですね、WBO アジアパシフィックミニマム級の、重岡銀次郎選手ですね、の、タイトルマッチが、ありますけれども、まあ、そのアンダーカードですね、まあ、セミファイナルで宇津木修選手と中井亮選手が、試合に、臨みますということになります。はい。じゃあね、この試合の、まあ、戦前予想をしていこうと思うんですけど、まずね、各選手の、紹介をしてから、戦前予想の方やっていこうかなと思います。じゃあまず宇津木修選手ですね、渡辺ジムですね、現在戦績が8戦8勝 7KO ですね。で、今日本ライト級の6位で OPBF のスーパーフェザー級で7位にランクインしています。まあアマチュアの戦績がすごいたくさんありまして、アマ戦績が108戦80勝27敗ということで、平成国際大学の、ボクシング部の選手ですね。で、まあ社会人になってからもまあちょっとボクシングやってまして、一瞬なんか苦学期間があったと思うんですけど、まあ、そこから、まあ、全日本社会人選手権、ね、確かライトより打球だったと思うんですけど、この試合に優勝しまして、プロ転向ということで、まあ、B 級デビューの選手ですね、になります。まあ、8戦8勝、まあ、7KO ということで、まあ、かなり KO 率の高い、ボクサーになります。まあ、デビューしてからですね、結構外国人の選手とやることが多かったんですけれども、最近はですね、まあ、2020年2021年と、まあ、日本人選手と、戦ってですね、しっかりと勝っているというところになります。はい。まあ、本当にね、まあ、オーソドックススタイルで本当に基本に忠実な、なんだろうな、隙のないボクサーっていうような感じになります。今ライト級ウォーズっていうような感じでやってますけど、あの人たちと、なんだろうな、遜色ない、実力を持っていると私は思います。本当にね、なんていうのかな、私は好きな選手ですね、宇津木選手好きな選手なんで、まあ、こうやって戦前予想やっていこうと思ったんですけれども、まあ、そういう選手になります。本当に隙のない選手ですね。で、あとはやっぱり右ストレート、左ボディ、まあ、このあたりが、得意なパンチなのかなと、思います。対するはですね、中井亮選手、角井部宝石ジムですね。まあ、この選手は通算成績3戦2勝1分け 1KO ということで、まあ、この選手もですね、まあ、アマチュア上がりの選手で、まあ、大学には多分行ってないと思うんですけど、まあ、高校でね、アマチュア戦績があって、まあ、46戦30勝16敗ということで、まあ、そういう選手になります。まあ、この選手もね、まあ、2勝してで 1KO 勝ちということで、まあ、非常にね、将来のある選手かなと、思います。まあ、若い選手ですね。で、まあ、この選手はですね、まあ、初めて8回戦で戦うというところになります。はい。で、まあ、判定でね、まあ、2回まで行ってるんで、まあ、スタミナも、まあ、あるのかなとは思いますけれども、ただ今回初めて8回戦ということで、いうことになります。でね、まあ、このマッチメイクはどうなのかなっていうのがちょっと私は一瞬思っていたりして、やっぱり日本ランカーと初めての日本ランカーの上位ランカーで、かつ、まあ、日本ライト級6位とはいえですね、まあ、実力的には結構上の方に、位置している選手と、この初めて8回戦の選手が戦うっていうのはどうなのかなと思ったりもするんですけれども、まあ、やっぱりまあそういうのも踏まえてですね、まあ、戦前予想的には、まあ、私はやっぱり宇津木修選手が勝つんじゃないかなと、思います。まあ、体のサイズ感的にもですね、やっぱり宇津木修選手ちょっとでかいんですよね。まあ、身長的にはですね、まあ、172センチ、170センチということで、まあ、身長的には大差ないんですけれども、やっぱり肉付きがなんかやっぱ、なんだろうな、もう大人の肉付きと言いますか、すごいまあゴリゴリの体してるんで、やっぱりその辺でまあパワーの差も出てくると思いますし、うん、まあ、あとはこれだけ、まあ、アマチュアのキャリア、それからプロのキャリアともにですね、やっぱ宇津木選手の方があると、まあ、もちろんね、若瀬で中井亮選手の方が、あるというのもあるんですけれども、ただね、いかんせん、どうなのかなっていう、ところがあります。まあ今回多分、まあ、中井亮選手からすればですね、ちょっとチャレンジ的な試合になるのかなと思いますけれども、この試合確実にね、宇津木選手は勝ちたいかなと、思います。はい。まあ、ランキングがね、上位に入ってるんで、まあ、もし中井選手が勝つことがあればですね、このランキングを奪ってですね、一気に上位ランカーになるっていうね、面白い展開になる可能性はありますんで、はい。まあ、ちょっとね、そういうところも期待しながら、見ていきたいなと、思っております。はい。ということでね、まあ、とりあえず、今回は
宇津木周選手の勝利予想ということで、まあ、今回は、先生予想の方やっていこうかな、やっていきました。はい、ということで、またボクシング関連の動画も上げていこうかなと思いますんで、もしよろしければグッドボタン、それからチャンネル登録の方よろしくお願いします。それでは、バイバーイ。